こんにちは。こんにちは。ゲリラで配信を始めました。昨日はありがとう。こちらこそありがとうございました。こんにちは。こんにちは。30分くらいかな。配信をしたいと思います。こんにちは。常に正義座大好きしてたが嬉しい。携帯とにらめっこしてた。もしかして。私は今日は朝起きてからメイクをしてちょっと時間ができたので配信を始めました。なんかさ、朝っていうか昨日の夜中はめちゃくちゃ雨降ってたんですけど、めっちゃ晴れてきて逆に眩しい。眩しい、めっちゃ眩し眩しですね。メイクパッチリ。ギフトありがとう。カイトさんかわいい。ヒロシ BKK さん、モビさんハート、カイトさん、ヨウスケさん、キーのだるま、ユキさん、ホットココア、真空券さん、 BKB さん、イサポンさん、新一さん、ヘルムビーゲさんも金のだるまありがとうございます。こんにちはうわ、タカさん、ラブレター、トシヤさん、バラありがとうございます。こんにちは、ありがとう。ゲリラなのに来てくださってありがとうございます。こんにちは。昨日はありがとう。そう、昨日はお話かありがとうございました。楽しかった。スペイベもね、写真あげてくださっている方がたくさんいらっしゃるので、拡散お願いします。スペイベの写真、あとお話し会の感想とかも待ってます。おはよう。そらはかわいい。ほんまに今日は久しぶりにこのマーブルニット、お話し会の時にね、オンラインお話し会の時に一回行ったんだけど、冬服デートコーデみたいな時に来た気がするんですけど、来ました。えい、今日はイヤリングでいい感じで。おはよう。確かに昨日の夜配信はね2階でやってたんですけど、今は1階でしてます。めっちゃねチクタクチクタクって聞こえるんだけど、これはもう昔からおじいちゃんとお家にある時計です。めっちゃ聞こえるでしょチッ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 。そう、ドラフト会議から今日で6人、6人やってる、 6人。そう、 AKB48 グループ第3回 AKB48 グループドラフト会議から今日で6年。まだ私は多分リハーサルとか集合とか、集合してリハーサルしてぐらいなのかな。どんなスケジュールだったか忘れたけど、メイクしてとからかな。まだめっちゃドキドキしてる時だと思う。今からお風呂掃除する。いいね、お風呂掃除。おじいちゃん昨日朝やってた私がメイクしてる時にじいちゃん洗ってた。そうですよね、今日幕張のラストリリーベですよね、10枚目シングルの。猫さんハート、エイランチさん、村上さん、金のだるまありがとう。あ、ワンコのお散歩日和であります。確かにね、めちゃくちゃ晴れてるからいいね。お散歩、お散歩してね、足も鍛えて、ワンちゃんも気持ちすっきりになって。そう、6年なんですよね。タコスケさんハート、アルフォートさん結婚してありがとう。タカさんにはありがとう。お好み焼き最高。お腹すいた。いや、お腹すいてなかったんですけど、お腹すいてきた。昨日と同じコップ、あったかいです。おじいちゃんが朝炊いた
お茶を入れてちょっと冷めたからチンしてくれた。ちゃんとコップ洗ってますのでね。おじいちゃん家はもう空はこのねピンクなんですよ。決まってるんです。いとことかね妹とかもいるから来るから色が決まってて、私はピンク担当。ハートヘルムビーゲさんハートありがとう。こんにちは。幕張のイベントうわいいな、楽しんでね、釣られないでね。ペンギンさん金のだるまありがとう。あ、直前って配信してたか。そう、赤チーム出した。赤チーム思い出してよかった、思い出してよかったの披露してました。あとなんだっけ、あとなんだっけ、ロドスと思い出してよかった、会いたかったかとかかな。そうです、6年。鈴木さんだるまありがとう。お好み焼き、たこすけさん金のだるま、まーちゃんかわいいありがとう。こんにちは。こさつ待機でそらはちゃんのこさつめっちゃ見てました。うわよくないぞとか、そらはのお話し会も来てよ。ちょっとこさつ見すぎてたのでお話し会参加しました。来てくださいよ。今日めっちゃ寒い。嘘、兵庫寒いのかな、関東とか寒いのかな。まだね一本お家から出てないから分かんないんだけど、太陽が出てきたからあったかいのかなとか思いつつも、やっぱ寒いか。メンバーも食べたと聞いて、わなか、え、そう昨日食べた。そう昨日ね、わなかのあのたこ焼きを差し入れでいただいたので1人1パック、しかも豚まんもねいただいたんですけど、そちらを私はお家に持って帰ってきて食べました。じゃーん、わなか。そしておじいちゃんが作ってくれてたたこ飯食べた。たこ飯とたこ焼きを食べた。ダブルで。そう、551の豚まん。しんいちさんだるまありがとう。なさん結婚してありがとう。みんな結婚はできないんだけどね、結婚したいなっていう、結婚したいっていうぐらいの愛でずっといてください。あのね、ちょっとメールでも見せようかなって思うんですけど、おじいちゃん家のおじいちゃん家に空葉コーナーっていうのがあるんですよ。あのちょっとね今飾ってるんですけど、棚の上に、なんかタンスの上に飾ってく、タンスの上がもう空葉コーナーなんですけど、え、おじいちゃん、え、これパネル見せてもいい？あれ取れる、うん、上のやつ取れる、うん、大丈夫、あ、うん、これ取れる、これ懐かしい、見てほしい、みんな反射しないかな、反射じゃーん、やばくない、これ何年前だって、大好きじゃない、5枚目シングルの思い出せる恋をしようの、これは全員選抜だったので全員の分があるんですよ。ちょっと反射の関係でちょっとあれなんですけど、やばくない？やばいよね、やばいよね、すごくない？どう？成長した私、しかもこっち好き顔じゃない方だ、ずーっともうプレゼントした時から置いてくれてます。
一年でも言い続けてよろしく。本当にうわ、あなかの高菜ネギトッピングいいね、最高。ネギなかったけどめっちゃ美味しかったよ。ドブローさんハートありがとう。タコ尽くし、お父さんハートありがとう。そう、麦わらの帽子、これがまず、あ、これ本当は前まではこれがだけだったんですけど、うん、これでしょ。まずこの重こいパネルが上にあって、でこれね、じゃん、これお父さんが、あ、お父さんなんて言わん、パパがソラハのウェディングドレス姿は一生見れんと思うから、なんか欲しいって言ってくれて、アクスタ買おうと思ったらアクスタが売れ切れてたので、うちわを買ったんですけど、おじいちゃんにあげました。そう、お父さんがソラハの結婚式ドレス姿が見えないって言ってきたので買いました。で順番でいくとこれか、これももうね、じいちゃんのおうち、ソラハの物置きはみたいになってるんやけど、これは去年じゃないね、あ、もう去年か、去年の夏の大阪で行われたお話し会の時にね、全員浴衣だったんですけど、そちらで撮って、今回の10枚目シングル期間に発売されたやつでいただいたやつをおじいちゃん家に飾ってもらってます。すごいでしょ、おじいちゃん家、ソラハのねグッズいっぱいある。タカさんハートありがとう。パネルね、すごいよね。普通さ、だってアイドルなってなかったらさ、こんなパネルとかさないわけやんか、絶対。まあなんかね、七五三の時とかに作るかもしれないけど、こんなに綺麗なパネルないやん。だから私がパネルもらったら、兵庫の実家に持って行っても別に飾られんやろうと思って、信濃家に持って帰っても、パパとママのね、妹とかが住んでるとこに持って帰っても、絶対に段ボール、その箱に入った状態でタンスに入れられるだろうなと思って、おじいちゃんだったら飾ってくれるかなと思って全部渡してるんですけど、飾ってくれてて、で前まで浴衣のパネルがあったところ、なんか三脚じゃないけど、なんかこう、なんか三脚っぽいのにね、つけてに、浴衣のやつも飾ってくれてたんですけど、今回ね、この最新シングルのこちらの10枚目シングルのパネルを持って帰ってきたので、こちらがねセッティングされました。3本のね、このなんか写真立てみたいなやつ、すごいでしょ。これは全部はいただいたものですね。パネルはメンバーみんないただけるのでなんですけど、まあ、うちわはねあれなんですけど、あとおじいちゃんにちゃんと渡せました。今飾ってるのはこれなんですけど、このタペストリー、売り切れ続出のタペストリー、おじいちゃんが欲しいなって言ってくれたのでご購入しました。これね、タンスのなんかね、特典に引っかかってる。なんかここマジでね、本当にね、今配信してる横にタンスがあるんですけど、タンスはがあるんですけど、そこのもう上はもうソラハゾーン、ソラハで埋め尽くされてます。そうだよ、ソラハ博物館とメンバーいただけたんですよ。多分みんなもね、そろそろ届きますよ。でね、おじいちゃん、おじいちゃんが買ってたやつも紹介していい？あれ、うん、ねみんな聞いてほしい。そう知らんかったんやけどね、おじいちゃんがねカレンダー買ってたんですよ。なんか前、そのおじいちゃん、その私が広島にいるときに、そのおじいちゃんとね、なんかメッセージのやり取りしてたら、おじいちゃんがそういうなんか何やったっけな、ちょっとなんかね、
おじいちゃんがね買ってたよ。びっくりじゃない？じいちゃん可愛すぎるやろ。やろ、ほんまに可愛いやろ。なんだっけな、あ、おじいちゃんがそのタペストリーが欲しいから買えたら買ってて欲しいなみたいな LINE が来た時に、あの、そう、おじいちゃんがネットでなんか他に買ったものとかないって聞いたら、あの、カレンダー買ったって来てね嘘やんって思って、うん、おじいちゃん優しすぎて。そう、しかもこの、この卓上なんかこのミニサイズもなんですけど、あの大きなペラペラめくる方も買ってくれててやばくない、お兄ちゃんとかリビングの方、向こうにあの大きなこの壁にかけれるやつがあって、でこっちのはこの部屋にあるんですけど、畳の部屋みたいにあるんですけど、これ多分ね生写真のやつだから、まあ、見せてもあれだとは思うんですけど、ちゃんと全部ソラハです。あの選抜メンバー、あの10枚目シングルの衣装のね、あの10枚目シングルの私服衣装もちゃんとあるし、写真使ってくれてるし、2枚ともね、あのよりと全身の2枚とも使ってくれてるし、白猫のやつもあるし、すごいよこれは。さ、絶対かぶってないよね他の方と。ちゃんとね6月は結婚式のウェディングドレスなの。かわいいよねかわいいよね、ほんとね、アイデアね、いやほんとすごいよね、ほんとにすごいよ。こっちもだし、こっちもだし、でっかいのも買ってくれてて、多分でっかい方にはあのミチュさんとかパセとのツーショットのも確か入ってるんですけど、なんか嬉しいよねまさかすぎて、なんか自分がね買ってねプレゼントするとかあるけど、まさかの、しかもカレンダーを買ってたことにびっくりしちゃって、カレンダー買ったよって言われた時ほんまにもうびっくりして、しかも結構なねいいお値段するしね、その会員登録とかも大変じゃないですか、普通の STU のやつじゃないから、うん、すごいよね。そう、あとねちゃんとあのアクリルスタンドとか A4 のクリアポスターとか、え、しかもね、失礼します見て、おじいちゃんSTU48 ウォーカーをね購入してくれてたんですよ。そう、この前なんか家族っていうか、まあ、親戚のグループ LINE みたいなのがあるんですけど、そこにあのおっちゃんっていう人が、おっちゃんっていう人がおっちゃんがおじいちゃんのために買ったよって写真送ってきたら、おじいちゃんもうすでに買ってて、もうか持ってるよって優しい、嬉しいよね、すごいんだよね絶対。なんか妹ね、妹の方がまあまあしょっちゅう兵庫に住んでるからしょっちゅう来るんですけど、妹もおじいちゃんおばあちゃん大好きだから、多分めっちゃねイライラしてると思う。自分の写真よりもソラハの写真が多いから絶対にソラハのこと嫌ってると思う。知らんけど、もし自分が逆の立場だったら嫌だけど、ソラハからしたらまあ妹よりも長年おじいちゃんとおばあちゃんと一緒おるから愛も強いし、ね、いいんですけど、もう本当にそこら中に空入ります、やばいよねすごくない、空で埋め尽くされてるんですよね。カレンダー、そう、タカさんハートありがとう。そう、空グッズやばいよね、一番のファンだよね。恩返しできてるかな。そう。ね、それな、可愛いよね。そう、どの月にね、だって写真結構あって、まあ、ほぼほぼ選べる、2種類買ったらほぼほぼ選べるらしいけどね。どの月にこの写真にしようとかっていうのもさ、嬉しいしさ。嬉しいよね。空の花が、可愛いやろ。
でもね、あのなんか、まあ、おじいちゃん七並べしてくれてるんですけど、あの七並べのね、まあ、生写真撮影の時に七並べの写真もね撮ってるんですけど、まあ、みんなわかると思うんですけど、その時にチェキ、あの七並べさんチェキプレゼントあるじゃないですか。でそれでなんかファンの方にプレゼントされるのは3枚なんですけど、予備として毎回1枚、予備分1枚だから合計4枚取るんですよ。で、あの1枚はもうお家持って帰ってもいいよ、それかもうバイバイしてもいいよってやつだから、毎回全部持って帰ってきて、そうおじいちゃんにプレゼントしてる、あのチェキ替えの残りとか。そう今回も持って帰ってきたんですよ、大量に。あ、あれを持って帰ってきた、アザージャケットの空葉だけのやつ。あ、そうじゃん、それ過去アザージャケットの持って帰ってきました。兵庫県じゃない、広島に5枚置いてきて、兵庫県に10枚持って帰ってきたので10枚。そういうのもね、全部おじいちゃんにプレゼントして、おじいちゃん全部大切にしてくれる。でも絶対にさどんどん増えていって、捨てることで元気に増えていくだけなんだけど、そう七並べもそうしてくれる。おじいちゃんはめっちゃ七並べしてくれてる。昨日も寝る前にしてくれてたちゃんとね、ハートがね使い切ってから寝るらしい。優しい、ほんまに愛だよね。ララバイさんありがとう、金のだるま。そうだよ、マウナさん金のだるまありがとう。なんという名前言いません。多分ね、対戦してるんじゃないかな、みんなも。ソラハもね、ランダムで七並べやってる時にね、たまにおじいちゃんに対戦するもん。うわ、おじいちゃんだってなおじいちゃん。真空圏さん、レインボースターありがとう。え、そうですよ、七並べ、そう去年のね、去年じゃない、一昨年の5月、あ、一昨年の6月にね、6月からの1ヶ月イベントがあったんですけど、そちらのイベントで勝ち取ってね、七並べの合同ライブの参加権がいただけて、まあ、そちらをね去年、まあ、1年越しになっちゃったんですけど、去年の11月末に開催されて、そちらの模様が、模様ですよね、そちらの模様がね、今週末の1月27日土曜日に TBS チャンネルさんにて放送されるので、よろしくお願いします。おじいちゃん高校、そうイベントがある時とかもうはよりね、あの貯めてるハートをたくさん使ってくれるらしい。で普通に、普通の時も普通に並べてくれてるらしい。 かわいいよね。ね、おじいちゃん家は多分あのすごいです。まさかの、ね、いっぱいある、パネル全種類あるすごすぎ。でもね、さっき紹介した10枚目シングルのやつは多分そろそろね、1月下旬に発送予定って書いてたので来ると思うんですけど、直筆メッセージ入ってると思うので楽しみにしていてください。うん、もうそろそろ終わろうかな。七並べは損得しないよって言ってて、名前知らんけど確かにね、名前知らんけどね、空のカードで並べてくれてるので、空のカードで並べてる方に対戦したら、あ、おじいちゃんかもしれない、ソラハのおじいちゃんかもって思いながら対戦してみてください。こんにちは。
ありがとう、家族との時間楽しんでねって、ありがとう。そう、今回の帰省はゆっくりできるのでゆっくりします。タカさんハートありがとう。ショールーム見たり、うん、してると思う。ショールーム全然見てると思うよ。タカさんハート、タコスケさん金のだるまありがとう。お、7並びイベント録画予約した。まだしてない方は録画予約お願いします。フォローありがとう。そう、まだフォローしてない方はぜひぜひ。ラレルンさんホットココアありがとう。真空剣さんレインボースター、パイナミさんコットココア、タカさん回復薬ありがとう。リリーのやつ、あ、そうよね、1週間ぐらいで確かあれだから、今生さんのね見逃し配信もまだ見てない方は見てください。20分ぐらいかな。よろしくお願いします。あの、何だったっけな、何言おうとしたっけ。あ、そう、みちさんのね写真集、アマゾンさんの在庫が復活してたので私は即座に購入しました昨日。だからもうね、限定表紙版全コンプリート、アマゾンさん、楽天さん、ショールーム、まあ、ショールームっていうのの通常版なんですけど、ゲットだぜ、ゲットだぜ。3回連続で見た、ありがとう。また出るのでよろしくお願いします。次めっちゃ走ってるやつが出るから楽しみにしてて。ベニちゃんありがとう。5番、こんにちは。あ、そうだよ、みんなスペシャルイベント応募締め切りが明日の正午までとなりますので、明日は多分もう皆さんお仕事だったりね、平日お仕事の方は難しいと思うので、お休みの方は今のうちにっていうか、ある分全部ポチポチ数字シリアルコードを入力頑張ってください。劇場版っていうか、初回限定版についてくるね、シリアルコードだ、劇場版じゃなくて、なんだっけ、2月11日に、広島某所で行われるバレンタイン企画と、あと日付とかはなくてお家に届く系の10枚目シングルの宣伝用っていうのかな、ポスターの宛名とサイン入りポスター、ぜひ応募よろしくお願いします。入室成功、お疲れ様、ありがとう。この時計いろんな音楽鳴ってくれる。この時計で育ったと言っても過言でもない、過言ではないほんまにもうめっちゃね、もうマジでね、いろんな音楽鳴ります。お昼だ、そう、いや正午じゃなくて、これはもう1時間おきになります。すごいでしょ、もうこれほんまに昔からある、もう空が赤ちゃんの頃からある、すごいやろ。オルゴールじゃない、急にオルゴールさん、もうなんかそういう時計です。何それは、大事にしとけいえ、ダジャレですかダジャレに厳しい人。オリコークさん金のだるまありがとう。
兵庫ね、まあ、2月からダイエットするって言ったのは、まあ、1月末からね、あ、1月末に兵庫に帰省するということだからね、まあ、1月からはダイエット難しいだろうと思い、2月からダイエットしますとは言ったものの、ちょっとね、やっぱ食べ過ぎるとブク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 太っちゃうので、気をつけながら兵庫での生活頑張ります。オリコークさん、ハートありがとう。それはでは、それはでは壇上を読みます。13位ダリルンさん、12位ララバエさん、11位マーちゃん、10位ナさん、9位アルホートさん、8位村上さん、7位ヒザポンさん、6位タコスケさん、5位真空剣さん、4位ヘルムビーゲさん、3位カイトさん、2位 BKB さん、そして1位はタカさん、ありがとうございます。あるあるさん、かわいい、ありがとう。ゲリラ配信だったんですけども、見に来てくださった皆様ありがとうございました。まだルームフォローしてない方はぜひルームフォローお願いします。タカケイさん、金のだるまありがとう。また夜とかもちょっと配信できたらしようかなって思うので、またその時はメール送ります。あとメールもね、ちょっと随時送っていきたいと思いますので、チェックよろしくお願いします。タカケイさん、ファイト。レインボースター福、ありがとう。あの、なんだったっけ、あれは、あれはじゃない、本日1月21日はね、第3回 AKB48 グループドラフト会議から今日で6年が経ちました。まあ明日からかな、7年目ということで、7年目ですよ、キョイー。はい。まあこれからもね、まあ、自分らしく上を見て活動し続けていきたいと思いますので、改めまして今後ともよろしくお願いします。では配信を終了します。見に来てくださってありがとうございました。お休みの方はしっかりお休みを満喫してください。お仕事の方はお仕事頑張ってください。では今日も一日、バイトルブー。では、またねー。バイチャラポー。